そもそも日本の神社そのものが女性器の象徴と言われています、はい、神社の入り口、鳥居っていうのが女性器だと言われてまして、はい、そこを入って参道を通るじゃないですか、うん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 、でその参道っていうのは生まれる道と書いて参道とかけてある、うん、ほんまや、そうなんや。でその奥に行ったらお宮があると思うんですけど、お宮っていうのは子宮の宮と同じなんですよ。っていうことは神社の参拝っていうのはお母さんのお腹の中に戻って参道を通って子宮に戻ると、おそこでお願い事をするとかね、まあ、そこに鏡が映るんで自分がこうなっていきたい、世の中のためにこうしていきたいっていうのが鏡に映って、うんうん、それが出てくるときに生まれ変わって出てくるっていう儀式なんですよ。すごい。そう、じゃあその神社っていうのはそれぞれね、まあ、場所は違うと思うんですけども、うん、神社の多くが山にあるんですよ。山ですよね。山に登ると、ね、はい、じゃあ山といえば上向きの三角形、あ確かに、っていうことは、うん、山にある神社っていうのはこんな感じで、うんうんうん、その2つで性交渉を表してるっていうんです。なるほど。じゃあこれね、まあ、日本にもあるって話ですけども、うん、起源はどこなんだ。あ確かに起源というかそもそもね、うん、その日本のこの神社ができる昔、うん、エジプトから、はいはいはい、エジプトの時代から地球が男性の象徴で、あそもそも、ね、宇宙が女性の象徴と言われて、これはその宇宙の女神ヌトっていう神様で、うん、下がゲブっていう神様なんですけども、うん、男性器の象徴っていうのは地球を表して、うん、宇宙っていうのが女性を表してる、なるほど、ということなんで、さっきの神社のやつと合わせるとこういう感じなんですよ。はあ、山が上向きの三角形、地球から伸びる男性器、宇宙から降りてくる女性器、うん、すごいっすね。でそこから生まれてくるのが生まれ変わってきた人間、なるほどね、っていうシンボリズムが隠れてるんですよ。なるほど。